こんにちは、スタイルハウス編集部です。今回は新企画トレンドバッグ持ち寄り大会を行いたいと思います。はい、私たちみんなで SNS でバズったバッグっていうものがこうどんなものなのかすごく気になったので、今回は実際に手に取って見ていきたいと思います。まずこちらです。ドンシャンのリプレイシリーズ。かわいいですよね。かわいいです。私もちょうど通勤バッグでこれ欲しくて、はい、あれそうめちゃくちゃ入ってました。なんか発売と同時にもう日本では本当にすぐ販売みたいな、入手困難になってたんですけど、バイマだとまだ買えるっていうので今回持ってきました。全部がバイカラーになってるっていうのがまた新しいですよね。かわいいですよね。定番のルプリアージュってあるじゃないですか、はいはい、ルプリアージュを作るときに余ったナイロンとかレザーとかを使って作られてるみたいなので、結構サスティナブルなバッグなんだそうです。今っぽいですね。そうですよね。実は今私たち新しくできた渋谷のバイマのショールームにいるんですが、そこでちょうど展示されているものなんです、はいはい、見つけちゃいました、ね、オレンジと、はい、これもバイカラーなんですね、はい、あとこれ結構モード、うん、大人っぽい、ね、大人っぽい感じのレッドとブルーのバイカラー、うんうんうん、すごく全部カラフルで可愛いですね。実際買うってやったら結構色もらえます、ね、めちゃくちゃ迷うと思います。裏を元でまず色が違うので、どうしようってなります。その日の服装とかに合わせて、今日は赤でとか、ちょっとこっちはブルーでみたいな感じで3通り楽しめるのもすごいなって思いました。通勤バッグとかにすごい良さそうだと思って、実際じゃあ A4 の書類とか、13インチのノート PC とか入りそうだなと思ったんで用意してきたんですけど、はいはい、どうでしょう。全然余裕ですね、うん、縦に入れてもすごい余るぐらいですね、はい、薄いのかなって思ったんですよ私このバッグ見た時。でもめっちゃマチがあるのと口が曲がって開くから見た目以上の容量があって使えそうですよね、うん、ペットボトルも持ってきたので、はい、大容量入るバッグですね、うん、いやそうなんですよ。縦長だから、うん、結構持った時に大きく見えすぎないとか、はい、確かにこうスタイリッシュに持てるみたいなところがすごい可愛いですね。ちょうどいいですよね。しかも中にもポコッとありません、うん、ありますね。本当だ。あ、しかも2つある。2つありますね。ここ上に1つと、うん、こっちに1回も下のポケットが、うん、もう1つ2つポケットがあるので、ここに小物を入れることができますね。すごい、めちゃくちゃ便利ですね。なんか通勤バッグとか、そういうなんかこう書類入れたいバッグとかってどうしても大きくなって結構重くなりがちじゃないですか。でもこの薄さで軽さでちゃんと入るからなんかバズる理由が結構なってくるかなって、はい、思いました。続いてはこちらのカフネというブランドのスタンスバッグというスクエアバッグを取り寄せました。エレガント。はい、これが私ツイッターでたまたまホームランに流れてきて見かけたんですよ、はい、でめっちゃ可愛いと思って、はい、なんかこの形が珍しいですよね。ちょっと長方形みたいなのがすごく気になって選びました。なんか台形バッグよりももうちょっと細長い形って珍しくて、これ見た時なんかすごい今までに見たことない形だなと思いました。そうですよね、ありそうでない感じ、なんか金具もすごい可愛いなと思ったんですよね。確かにこうパチンと開けてこういう感じで開く、楽ですよね。そうですね、いいですよね、はい、このブランドが香港のブランドらしくて、でただ素材は、はい、イタリアの上質な素材を使ってるので、うん、もうパッと見ですごい高級いいバッグのオーラがあって、うん、なんか知ってる人が使ってるバッグみたいな感じしますよね、うん、確かにブランド名とかも、まあ、小さくここにカフネとあるんですけど、全然主張しすぎないので、すごい上品だなと思います、うん、SNS とかで芸能人とかインスタグラマーさんとか、すごいおしゃれな人が、わかります、私もそういうイメージがあります。モデルさんとかもちょっとさらっと持ってたりとかしますよ、わかる。あと肝心の中の機能性、作りなんですけど、こういうカッチリ系って結構硬くて使いづらいイメージですし、ちょっとあるんですけど、
あ、結構柔らかく開きますね。そうなんですよ。結構ガッと開くし、うん、中にもポケットがついていたりとか、うん、裏にもポケット1個あって、うん、さっき入れてみたんですけど、ペットボトル、はい、ありがとうございます。これを試しに入れてみたんですけど、はい、意外と、うんうん、これ入るってすごいですよ。すごいですよ、ね、で結構収納力もあるので、うん、フォーマルな場面とかももちろんですけど、うん、デイリー使いでたくさん使えそうですよね、うん、ブランド名本当に分かりづらいし、今結構かぶりづらいかなと思うの で、うん、でかつ上質な素材にはこだわりたいという方にすごくおすすめできるバッグです。続いてはこちらのカーリンという韓国初のブランドの台形バッグになります、うん、もう本当に定番の綺麗な台形バッグでして、はい、うん、あの素材もカーフレザーですごく上質な素材を使っているので、うん、結構高見えするバッグかなって思います、うん、気になって前までいろいろ見てたんですけど、うん、値段すごいですよね。値段すごいです。1万台で手に入るので、そうそうそう、ちょっとびっくりしちゃいました、はい、見えないですよね。見えない。本当にジャスタイルハウスのツイッターでもこれ載せたら大バズりしましたよ ね、うん、そうですね結構今でも人気で、これ台形バッグ以外にも、うん、あのショルダーバッグとかも人気で、うんうんうん、今結構使ってる方も多いブランドだと思います。ドラマとかでも、うんうんうん、私見て、あ、本当ですか、はい、ドラマに出るぐらい人気のバッグなんだなってすごい思ったんですよね。それ見てバイバーの売り上げ私たち見れるじゃないですか、はい、いろいろ見てた時にこれすごいずっと売れてるんですよね、うん、確かに、うん、なんか日本で手に取れないのに、うん、こんなに売れるバッグってすごいなと思って、うん、はい、そうですよね、うん、購入者さんの口コミとかも多いので、うん、気になる方そちらをなんかチェックするといいんじゃないかなと思います。あとはこのバッグの特有のすごい可愛いなと思ったところが、うん、このゴールドの部分がちょっとローズゴールドと言いますか、うん、ちょっとマット感もあるし、うん、これがまた可愛いなと思って、うん、多分他のブランドではなかなか見つけられないような色合いだと思うので、うん、ぜひ見てみてほしいです、うん、私たち過去に動画でレビューしてるので、うん、詳しいその中どれぐらい入るかとかはそちらの動画見ていただくといいと思うんですけど、あの簡単に作り説明すると外にもポケットがあったりとか、はい、中にもこの小さいポケットと、あと反対側にジッパー付きのポケットがあります。なのでちゃんと機能性もしっかりして、うんね、まさにコスパ最高のバッグですね、はいはいはい。次はこちらですね、ロエベのアナグラムヒールポーチ。ちっちゃいですね。可愛 い、ね、いですよね。すごい、あのインスタとか、うん、TikTok でちょくちょく見かけたことがあるので、ね、めちゃくちゃ見る。なんか、うん、何が入るんだろうってすごい気になってたバッグでした。そう、なんか私たちもこれ何入れるんだろうみたいな薄さがすごいあって試してみたんですけど、はい、なんかこんな感じです。カードスロットが3つあって、はい、今普通のカード2枚とお札を三つ折りにして入れてるんですけど、うん、一応、まあ、こんな感じで入るは入る、うんうんうん、こっち何入れるんだろうなみたいな、思いましたのはちょっとありますね。ちょっと鍵とか、うん、本当にちっちゃい小物ですとか、そうですよね。多分もう本当にこれはアクセサリー感覚かなと思います、うん、私これ気になって、うん、あの日本の公式もちょっと調べてみたんですけど、はいはい、日本公式だと今これはちょっとデザインのものが出てなかったので。そうなんですね。ぜひあのバイムとかでチェックしてもらえるといいかなと思います。ちなみにこの紐って特に調整とかはできない感じなんですか？そうなんですよ。斜め掛けもしますし、うんうん、こうやって掛ける人もいるんですよね。いるかもですね、うん、本当に大きいロエベのネックレスみたいな、はい、感覚で持ってますね、うん。次はロビンメというあの台湾のブランドのショルダーバッグを取り寄せてみました。なんか映えまでいつも売れてるイメージがあります。そうなんですよ、すごいあります価格が
が1万円前後で買えるっていうのがすごい魅力だなと思うのと、うん、やっぱカラーとか、うん、あとデザインもすごく豊富なので、うん、それがあの人気の理由なんじゃないかなと思います、うん、これも1万円以下ですもんね。そうなんですよ、うん、デザインがフェミニン系というか結構上品なので、うん、手頃な価格なんですけど、割とこう大人の女性とか、うん、上品なあの服装の方にも合いますよね、はい、そうと思います。なんか芸能人やアイドルの方も持っているようなイメージがあります。確かに、はい、ちょっと中の作りを見ていくんですけど、ヌメメって、うん、おまけじゃないですけど付属で結構嬉しいものがついてくるっていうのが特徴で、はいはい、嬉しいですね。そうなんです。なんか今回ついてきたのが、これ、はい、鏡。そう、結構太っ腹だなと思ったのが、すごい。フラグメントケース。なんか結構ケーキとか、うん、なんかパスモみたいなのをイラしたりとか、小銭入れにしたりとかできるものがついてます、すごい。この辺もついて1万円以下ってすごくないですか、うん、いやすごいなって思いました。付属品までついてるの知らなかったので、うんうんうん、そうなんですよ、今びっくりしてました、結構前までもあの結構商品の詳細とか見てるとあ、これついてくるんだって発見があったりするので、ぜひあのじっくり見てほしいなと思います。素材はあの合皮のレザーではあるんですけど、そんなにあんな感じしない。そうなんです、テカテカすごいテカテカしてる感じはないので、すごく上品かなと思うのと、あと中がちょっとスウェード風、そうなんですよ、手頃価格なんですけど、細かいとこまで結構考えて作られてるなって思いました。ベッドもいっぱいあるし、そうですね、使いやすそう。ファスナーのも1個あるし、はい、あとここですね、フロントにこれある、うん、スマホをそこ入れたいですけど、ね、絶対便利だと思います。さっきのカーリーもそうだったんですけど、台湾とか韓国のブランドで金具の色が結構上品な色が多いブランドが多くて、そうですね、これもなんか柔らかい色なので、いろんなお洋服に合いそうですよね、一応ミニバッグではあると思うんですけど、この絶妙な大きさがすごいいいなって思いました。一応なんかもう入れたいものちゃんと入る、心配がなさそうな大きさだなと思って、使いやすそうだなと思いました。そうですよね、デイリー使いでガシガシ気兼ねなく使えるバッグ欲しいっていう方におすすめしたいです。最後にご紹介するのは、こちらのポレーヌっていうブランドのバッグになります、うん、はい、パリ初のブランドなんですけれども、ちゃんと職人さんが一つ一つ作った高級志向の高見えバッグになります。カヌレのような形が特徴的で可愛、いですよね。可愛 いですよね、はい、インスタとか YouTube とか本当よく見るなって思います。他のバッグも形が彫刻的というのが、そうですよね、結構シンプルだけどちょっと遊び心あるみたいのがすごい可愛いなと思って見てました。なんかこう革をちゃんとこういう形に作ってるのがすごいですよね、そんなにここがガバッと開く感じではないんですが、シンプルな作りでここにどんどん物を入れるような感じになると思います。ショルダーバッグなんですけど取り外しできないので、一応こう持つこともできるんですけど、こうショルダーで持つのがメインになるのかなと思います。でもコロンと持っててすごい可愛らしいなって、いいですね、はい、これがコーデに入るだけで、それでなんかおしゃれっていうか、そうですよね、すごい仕上がりますよね、持つだけですパリジェンヌにバッグになるって気分はい、スタイルハウスの YouTube でもこう通勤バッグの企画でポレーヌ買ったりしたと思うんですけれども、どの製品を見ても革がしっかりしていて、あのちゃんと長く使えるバッグなんだなっていうのが分かるので、ぜひおすすめしたいバッグの一つです。今回はエッセンスでバズっていたバッグを紹介してきました、はい、皆さんどれが良かったですか？そうですねめちゃくちゃ迷うんですけど、はい、私個人的にこのカフネのナースバッグが欲しいなって思いました、なんかそのフォーマルも使えるし、多分デニムとかにも合いますよね。確かにデニムと思ったらかっこいいですね。かっこいいですよね、かっこいいですよね。なんかそういうシーンで持ちたいなと思って今すごい気になってます。ミキさんはどうでした？めちゃくちゃ迷うんですけど、はい、正直、はい、でもポレーヌのバッグかわいいなってやっぱり、すごい似合いそう、はい、思いました。やっぱなかなかこういった面白
い形、うん、こういう特徴的な形のバッグってないので、うんうん、もうっと可愛らしいバッグに出会えたなとこれ見て思いました、うんうん、私はちょっと今持ってるんですけどこれすごい良かったなと思って、うん、なんか通勤バッグすごい探してたんですよ個人的に、はい、うん、PC も持ち歩けて、うん、でちょっとプラスアルファ必要なものも入るぐらいの、うん、これ本当にちょうどいいし軽いし、はい、なんか本当に働く女子の味方のバッグだなと思って、ね、すごいいいなと思いました。今回ご紹介したアイテムは概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。